ドコサペンタエン酸は直差の22,5の構造を有する脂肪酸である。特に代表的な2つの異性体について以下に示す。赤が生理学的番号で、青が科学的番号を示しているクルパノドン酸の化学構造式オールシスマイナス7、10、13、16、19ドコサペンタエン酸であり、クルパノドン酸あるいは通常、 ドパと呼ばれる俗称を持つオメガマイナス3、脂肪酸である。この脂肪酸は、エイコサペンタエン酸から、ドコサヘキサエン酸への中間体である。アザラシ油に多く含まれている。赤が生理学的番号で、青が、化学的番号を示しているオスボンド酸の化学、構造式オールシスマイナス4、7、10、13、16ドコサペンタエン酸であり。 オスボンド酸の俗称を持つオメガマイナス6、脂肪酸である。この脂肪酸は、24オメガマイナス6であるアラキドン酸の調査化と、不法和化により生成される。哺乳類において、クルパノドン酸の欠乏が、この脂肪酸の生成をもたらすため、オスボンド酸、DHA の比率が食事から摂取される、DHA が充足されているかどうかの指標となる。しかしながら、 これを指標とすることに疑問が呈せられている。BMI との関係では BMI が低い人ほど、オメガ3濃度が高い。これは、ビタミン D と同じである。男性では、BMI との関係で、オメガ3必須脂肪酸取り分け、ドパとのマイナス相関が高い。女性では、BMI との関係で、 オメガ3必須脂肪酸取り分け DHA とのマイナス相関が高い。ありがとうございます。